吉田さんあの、思い込みって私はねものすごく怖いなと思っていて、えー、例えば自分には才能がないとか自分は天才ではないっていうふうに思い込まされてるもしくは自分で思い込んじゃってると本来だったら天才的な能力をこう頼りにしてもいいはずなんですよ自分の内側のでもどうせ自分は天才じゃないからっていうので横の人を見て同じようなやり方が正解だと思っちゃうんですよねわざわざ言ってみればちょっとバカに合わせるっていうかねそんなことをしちゃうんですよ だからじゃないですかね同じぐらいの年齢になったら同じように受験勉強して試験を受けて同じ18歳なら18歳で就職しなければいけないとか大学受験しなければいけないっていうふうになっちゃうのね。なんかねぶっちゃけ高校を 卒業して2年3年社会人経験ねブラブラしながら積んでそれから大学や就職でも全然いいと思いますそっちの方が絶対いいんじゃないかなと思うんですよもっと言ったら高校の在学中に2年間ぐらい休学してねで高校5年間行く形で中の2年間をなんかこう1年間はどっかのねアルバイト一生懸命するとか1年間は企業のためにいろいろこうどっかのね一人座所のとこに弟子入りするとかね なんか実際そうやったら自分の進路っていうのが本当に見えてきたりとか自分のスペックっていうのが十分見えてきたりとかするのかなと何かね結局お互いがお互いをこうキョロキョロ見てみんなに合わせるってことをお互いにやっていて埋もれた天才っていうのが結構いるんじゃないかなと思うんですよ。私は逆にね全ての人とは言わないけどほとんどの人に卓越した才能があるはずだなと思ってるんですよ。 ただそれをわざわざ小中高っていう教育館に行くことによって一律化されちゃうっていうかねないものと思わされちゃって結局そのまま使わずに済むみたいなことが起きるんじゃないかなと思うんですよ極端な話ですけども銃を撃つのがものすごくね得意で動体視力もよくってもう一流のスナイパーになるそういった素質を持って生まれた人が普通の小中高行くじゃないですかそしたら当然ですけどもそんな銃なんて触る機会もないですし まあ、スナイパーをねなんか意識するような環境もないわけですよそうなるとそのまんま成長期に発達するべき能力が発達せずに開花せずにしかもその能力を、まあ、永遠に閉ざしたまんま人生を過ごしてしまうとかねそれでなんかこうブラック企業とかに勤めて、あのー、やや怒られるみたいなねでしまいにはもう生きることはやめるみたいな本来だったらスナイパーとしてオリンピックで出てね すごく金メダル取ったりとかもしかしたら裏社会で、まあ、殺し屋として生きていくみたいな道はあったかもしれませんけども、うん、なんか皮肉なもんだなと思いますよね、まあ、だからといって何に才能があるかを測るようなそんなあの試験っていうのがね、うん、なんか10歳の頃に受けれるっていう環境でもないですしねだから結論言えば何に才能があるか分かんないってことは分かっとけってことなんですよだから 10トライすればそのうちの1個ぐらい当たるだろうみたいなとこじゃないかなと思うんですけどね。